こんにちは。福井教育支援サークルの吉田です、えー。今日は1年生の道徳、命があってよかったについてお話をします。えー、内容項目は生命の尊さです、えー。それではあらすじです。千秋は道に飛び出して交通事故に遭う。目を覚ましたのは病院。家族が心配していた。お母さんの目からは涙が出ていた。体を落ち着けた時に右手首の骨が折れてギブスをしていた。10日間入院してようやく退院した。 家族が頑張ったねと喜んでくれた。血湧きや命があってよかったと思ったという話です。はい、えー、交通事故の恐ろしさに気づかせるというような意味も持った教材ですね、えー。学習指導要領の解説には、自分の生命に対して愛情を持って育んできた家族の思いに気づくなどというふうにあります。まあ、この教材文を読むと家族の心情がたくさん描かれていますので、そちらに重点を置いた指導の方がいいかなというふうに思いました。 えー、千秋が交通事故に遭った時の家族の気持ちを考えさせ自分の命が周囲の人にとってもかけがえのないものであることに気づかせるとまあこういうようなことを頭において指導計画を立ててみましたはい、えー、それでは発問です、えー、まず資料を読んで感想ノートに書かせて発表させます、えー、そこでね、えー、多分 交通事故についての感想も出てくると思うんですけども、再度交通事故についてどう思いましたかという感想を出させたいですね。交通事故は、ね、危ないとかね、ちょっと危ない目にあったことがあるなんていうこともここで十分に出しておきたいと思います。その上でどんな怪我をしましたか、何日入院していましたかというようにあらすじを確認して、千秋が交通事故に遭ったと聞いて、家族はどんな気持ちになったと思いますかというところで、お母さんはどう それからお母さんはどんなことをしてくれたお姉さんは、お父さんは、そしておばあちゃんは、というふうにして家族の心情を読み取らせたいと思います。こうすることによって子供たち、えーねえー、もし自分が事故に遭った時に家族がみんな心配するんだなというふうに思いをね、至らせてくれるのではないかというふうに思います。えー、そして最後、千秋が命があってよかったと思ったのはなぜですかと。 を聞いて発表させ、えー、命の大切さについて考えたことをノートに書きなさいというような形で授業を終えてはどうかというふうに思います。